マコナコです。第2部の5章グルニア解放やっていきましょう。もうね、女性キャラ結構増えたんでクリア自体は楽なのかなとかね思うけどね。なんで第2章これ始まる前にね、第1章の終わりでみんなが難しい難しいと言っていたのかがちょっとわからないぐらいのね、順調な展開。シーダがもたらした驚くべき事実はマルスの心を打ちのめした、自らの拠点が奪われたという話でね。アリティアが攻めてきた。祖国への帰路を急ぐ。だけれどもまだ途中に何かがある。オルベルン城、これは第1章に出てきた、第1章というか第1部というか1話というか、そこで出てきたラング将軍が率いているアクノス。さて、どんな感じだ。盗賊が多いな。村はどこだ。村は左上。なんかここら辺も攻撃は20、鋼の槍になってるのでちょいと厳しくなってきたかなといったところ。ここら辺は手槍の部隊だが攻撃力はたかが知れている。でこれが、縄文。これ倒してまた星のジェミニー取ってからレベル上げできたらと思う。店も2つある。他は何だろうな。特段名前ありの武将、武将じゃない武将じゃない、キャラクターはいないかな。ここ砦で3つあるから、なんかまた増援出そうな。んで村が、村というか民家があって盗賊。おっと、これはあれか、ジュリアンの関係者でね、仲間でね、メンバーカードを持っている騎士勲章。おっと、騎士勲章丸。銀の弓、銀の弓。あっと、ジョルジュは誰で仲間になるんだ。これリブローの杖。確か仲間にならないんでね、最初はね。確かそんな感じだったと思う。ファイヤの書、まあざっくり見てこんな感じか。どこからスタートするかにもよるけど、まあ、普通に考えて右下かな。この辺りからスタート。左上を盗賊に取られないように手早く盗賊を倒すというところをやっていきましょう。ではこのメンツでやっていきたいと思います。さて、これは守っている人か。ラング将軍は多分どこか行ってしまうのかな、このままだと。ジョルジュ殿は不在。今北東にいた。あとナバールもやってくる。あ、そして城内固めるということは次は城内戦になるのかな。やっぱり右下からで、盗賊絡みはあっさりと追いつけそう。他ここだよね。これがどう来るのか。今リカードに関してはこの手前側であれば仲間にできそうだけど距離が届かない。とりあえずはシーダを育てましょうか。本来のヒロインここでようやく登場。銀の槍だと一発。なかなか出てこないからね、他のキャラにヒロインの座を奪われるんじゃないかというね、そんな状況でしたけど。1000ゴールド手に入れた。あれか、でも盗賊倒してしまえばもう即座にこの橋渡って制圧してそれから敵倒してみたいな、そんな戦い方もできそう。その方がいいのかな。ここら辺は動かせない。ならば西側行くことも検討しましょう。これは飛行艇に対しての特
考はない、これもない、これがあるのか。でも19ポイントであればなんとか耐えられるかもしれない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 砦の手前までであればいける。ジュリアンも少し前出しておこうか。即座にやってくるとしたらこの魔導士関連か。あー、魔導士には魔導士を当てるか。ローラーがね、もう使わないと武器がないとかいう、そういう状況になってるから、この辺りをどうしたらよいのか。んで、セシルも前に、もしくはセシルだけ連れてって左側取ってしまうという手もあるかもしれない。念のためこの辺りも左側寄せましょう。こんなところかな。あとはいざという時の盾として使います。マリティアの方どうかお願いです。ラング将軍を倒してください。あの男がいる限り私たちは落ち着いた暮らしができませんだそうです。こんなところかな。とりあえず敵の動きどう動くか、どれが動いてどれが動かないのか、まあ、これが来るのはなんとなく分かっていた。盗賊でね、盗賊追いつけれるかどうか、そして追いついた時にこれらの騎馬部隊がどこまでダメージ与えてくるか。セシルだけでもここら辺全部一掃できそうな気はねするので、そうするかもしくはしないかも含めて考えないと。うん、こちら側やってくるね。手やりか。食らうね、しかも。どうするかな。飛行系に特攻があるんであれば、下方面をセシル向けて、そして上を全部ペガサスで対応するとか、そんな感じが良さそう。うん、この方面から来るね。ここどう動くか。まあ上行くよね、それはね。追いつけるかこれ。そしてこの辺りはまだ範囲内、この弓の範囲内だから、一番遠くまで来るのがこれか。結構きついな。誰か一人をやっぱりこの左上のここに持ってかないとダメなんだけど、それを誰にするか。パオーラかカチュアかなんだけど、武器を持たせてないからあまり、かといってシリだというわけにもいかない。セシルを上かな。もう一回どこまで来るか確認しましょう。あー、だからあれか、ここら辺を突き抜けていけばいいのか。となるとパオラ向けましょう。もうここら辺経験値が入んないんで、あまり使いたくないですけどね。倒したくないけれども仕方がない。これ攻撃6、この辺りは通常で16。セシル以外いないんだよね。難しいな、これどこまでが範囲かを確認していかないと、ヘマをするわけにはいかない。そして7防御力、そして向こう攻撃16だから9ポイントか。2回攻撃受けるとそれだけで終わってしまう。ダメだ、セシル向けないとダメだ。これはつらい。21で守備力7。細身の槍あたりで、じゃあ南側を、他
他の舞台で終わらせる。大丈夫かな。キラーランスは15、7、一回回心が出れば銀の槍は20、移動速度勝ってれば一発で終わるけど、連続攻撃は効く。大丈夫か。でこれナイトキラー使ってあっさりと多分倒せると思いたい。28ポイント一発だね。さてここまでは良いとして、この先は相手の盾があるんでシーダをね特攻させてもいいんだけど、さらに後ろからも部隊来るから今はそれができない。あれ、リカードはこっち側やってこないのか。ではターン終わらせて敵がどう動くか。おっと、司令官からすぐ後ろへ戻るようにとのご命令です。これはあの男がスカンナ、奴は民を奴隷のように扱う。あんな奴の下で働くのは真っ平だ。奴の命令など気にするな、放っておけ。それではあなたが罪に問われます。アリティアには願ってくれないのか。これはみんなに伝えてくれ。動いてはならぬ。あ、動かないんだ。敵の方から近寄ってきた時は構わん、攻撃せよと。動かないんであれば範囲の中に入っても大丈夫ということでいいのかな。これはそうであること前提で動きましょう。そしてセシルであればあとは盗賊だよね。リカードがどういう行動をするのか、村の方に行くのか、それとも行かないのか。いやー、これ力が上がってくれるのはありがたい。あと魔法防御も今上がってくれた。そして攻撃が全てセシルの方行ってくれてるので、パオラの方に行ってないっていうのがありがたい。レベルもね上がるしね。まあできればオーブでいいのかな。あれは星のなんとかとかね、そういうものを持たせた状態でぶつけたいけどね、敵にね。盗賊だよな。あとはここら辺の手やり部隊はなんとかなりそう。シューターもなんとかなる。じゃあ盗賊の動きだけ様子見ましょうか。盗賊ウィークな。でも橋を塞いでしまえば追いつけるんじゃないか。これはそれを誰にやらせるか。セシルが間に合いそうだが、セシル南側から行かせたい気もするからな。19ポイントのダメージ与えられる。これはこれで良いとして、おっと、だが今これを使える人はいないのであまりありがたくはない。シーダをここに残すか、それとも上は届かないか。魔法を放っておいて、まずこちら側からここも問題なし。これの移動範囲は結構広いね。適当にどうなんだろうな。これ移動もしてくるのか、それともしてこないのかがわからないので、今の段階ではどう動かせばいいか。ここに行かせるよりかはこれをここに行かせて、
の移動範囲が狭まった。多分これで守りきれると思う。バカ兄貴のこっちが防御力が高い。こんな感じかな。今魔導士動いたけど攻撃やってきませんでしたね。多分守備力が魔法防御が上回ってるからだと思うけど。んでマチスもかわしてくれて、あとはこっち側か。今下動かすのね忘れてたんで、この辺りがどうなるか。全部倒せるとは思うんでね、ナイトキラーなんで。ナイトに特攻効果がある。そしてもう少しでレベルが20まで上がってしまいそう。倒せるのは良しとして、でもこれ食らうと6ポイントか、結構大きいぞ。一旦遠くまで引くか、それとも、おお力が上がった、 HP も上がった。届くか。でもこれが最後であると思いたい。あとは目の前のアーマー系の敵が来るかかどうかというのと、あとはシューター、確か白カラーのシューターは大丈夫だったような気がしたけど、そして手槍がやってきたか、かわしてくれた、なんとかなった。アーマーは動かないな。あ、先越されたぞ。あれどうにかしないと。パオーラを、あれこれパオーラ活かせると攻撃できる人がいなくなるけど、しようがないか。まさかだなあこれ。追いかけよとりあえず。下をどうするか、傷薬一回使ってしまうか、この後ろの方で守るかなんだけど、手槍だから後ろで守ろうとすると上の方のシスターに攻撃が届いてしまう恐れがある。28があれば大丈夫。28じゃないか、18か。守備力と HP 足して18で、18以上の攻撃力があったので一発で倒せました。HP 上がっただけでも良しとするしかないかな。これ移動範囲が分かんないんでね、9か1、2、3、4、5、6、7、8、9。手槍もあと1回しか使えないしで、んーで守備力10、あ2回耐えられるな、2回耐えられる。シューター1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2回耐えられるんだけれども素直に使うかな。手槍にして道具で傷薬、さてこれで一服となりたいんだけれども、あ忘れた、これがいったな、囲わないと。リンダでも倒せるけどね、相手の温存とシーラを鍛える意味も込めて囲っておきます。あれか、ここまで寄せて誰か一人おとりを前に出すっていう手もあったかもしれない。いずれにしてもここは間に合うか。上はこの橋渡ったあたりで少しね敵を回り込んで移動できればいいんだけど、接近して攻撃をやってきたけどこれで手槍が壊れてしまった。
ここだよね。うわ、それじゃダメだ、それじゃダメだ。これ村取るの、ひょっとして。リカード、それも許されると思ってんのか。それはとりあえずパオラを向けておきましょう。ここか、このルート。いや、どう考えても間に合わないか。そして目の前のドラゴンの舞台も気になるし、でこれもう倒したいね。倒したらメンバーカードを募集するために倒すか、それともといったところ。倒したらもうダメなんだろうな、多分このゲームの場合は。ジュリアン追いつけんだろう、これどう考えても。あ、そしてこれ範囲入ってしまったけど大丈夫かどうかも確認をしないと。では南の方はもう一服となってるので、これでシーダで倒してしまえばと。倒せてはないけれども、この方向はもう問題ないでしょう。あとはリカードだよね。あれがそのまま村を襲うのか、それともいなくなるのか、そのあたり様子を見ていきましょうか。あとここに移動させたジュリアン、これもどうなるか、敵から襲われるかどうか。ここは動かないかな。そしてドラゴン動いちゃうか。まあそっち側行くんであればまだまだなんとかなりそうだけど、でも攻撃20だから7ポイントダメージを食らってしまう。でもここ一掃してくれないと、仮にパオラがなんだってそれは想定外だった。まさかまさかここで消えるか。あのメンバーのカードあると、このシナリオでどこか秘密の店があって、クラスアップのね、クラスチェンジのアイテムが手に入るという話だったんですよね。なのでここら辺の育ったパオラとかカチュアとかレベル20になった人をレベルアップというかクラスチェンジさせられたんだけれども。そしてなんだこの動きは、敵これしか動いてないのは。あ、そかそか、ここに敵いたからか。ここは倒してしまって、寄らなければ敵は来ないようなので、これは倒そう。防御力も十分ある、21ポイントあれば勝てる。これもオーブない段階、いやー力しか上がんなかった。まあそれでも上がって、あーでも力がもう17か。あと欲しいのは守備と魔防か、まあ、ここまで上がってればね問題ないでしょう。で一方ここはカチュアは回復してから下倒すか、もしくはシーダに倒させる。シーダが届かない。上またドラゴンナイト動きましたけど、これも倒せるんじゃないかな。今上の方の村にねマルス向かわせてるので、そのあたりがうまくいってくれればといったところ。次敵引き寄せると2体分来そうなので、それを耐えられるかどうか。守備力13、攻撃7ポイント両方とも食らう。15以上であればいける。よし、いけるね。手前一ついって、アイテム使うという手もあるけど今はいいかな。一方マルスをのんびりと。で念のためパオラ、危なくなった時の補助のために。あー、じゃあジュリアンは行く必要ないか。もうんでこれをカチュアで倒す。
ここよりかはここの方がいいか、シューター左側のシューターが届く可能性があったんで一発では倒せないかな。必殺が出れば倒せる。うん、倒したかな。とりあえず早くオーブをね取ってからこの先考えたいなと。これ7か10だから、これ飛んできたらまあ大丈夫か。ここに置いておいて回復を促します。ここのドラゴンナイト、これさえ防げれば食らうのはしょうがない。だからそっか、これ会心でないとダメージ負けする可能性が。片方はパオラで倒すとして、1回ぐらいは傷薬使わないとダメか。ダメだったか。会心出て、もう1回出て、レベルアップしたけれどもといったところ、 HP のみ。どうするかだな。これは29の攻撃力がないと一発では倒せない。銀の槍だと倒せる。では倒してしまいましょうか。さて、でもう一個の方はパオラで引き寄せるような感じで、この辺りで大丈夫かな。もうこの方面は問題がなくなった。あとは下だよね。この手槍持ってるこの部隊をどうやって倒すのかということと、攻撃7か。そっかそっか、バイオテの盾であれば大丈夫かな。ここはカチュアにバイオテの盾を持たせて、んで前の方を相当してもらう形でいきましょう。上もパオラの方来てくれたので、これで15は、まあ、30ぐらい与えられるのかな。そうなると残りは1ポイントぐらいになるので、これもとどめは経験値が得られる方に倒してもらって、じゃああとはもう詰めてね、門の方に詰めて終わらせようかと思います。その前にここ情報。そういや最近傭兵のサムトを見かけないな。あんたたちと仲間に加わったらどうかなと思ったんだけど。いい加減なやつだけど腕は確か。これを倒してしまいましょう。これ 100% なので、反撃は受けることはない。幸運のみか。渋いな。オーブ持ってないんであればもう育てない方がねいいかもしれない。であとはもうこちら側回復待ってから先に進めます。もう杖使ってしまうっていう手もあるけれども、では突っ込ませましょうと思ったけど一気にはいけないか。ここまで持っていくと、ここまで持ってっても無理か。どのみちこれ倒さないとダメ。キラーランスか、9ポイントかける2で18か。銀の槍だと確実に倒せる。ダメージ受けずにいられればこの後が楽になるんだけど、よしと。危ない危ない。ではあとは接近してここら辺倒してしまいます。それと同時にマルスをね村の方に寄せて、ではマルスで会話村行きましょうか。これはマルス王子久しぶりじゃな。わしの孫娘のレナ。そうかそうか、このじいさんいろんなところ行くな。前は別のところにいたような気がするけど。そしてこのハマーの杖は役に立てぬのか、役に立たぬのか。せめてレナの弟子だった。ああマリーシアってレナの弟子なのか。迷い持っていけ。
ハマーの杖は確かアイテムの使用回数を増やすというものだったような気がする。これは魔法も効くのかな。そうすればオーラをね結構使ってハマーの杖で回復とかできるような気がするんだけど。では敵の大将をまず倒しましょう。ここまで接近してしまえば、向こうは技を使ってこれないはず。うん、敵のボス倒して、で星のジェミニをシーダーに持たせて、また敵をね戦っていけたらね、かなり成長するんじゃなかろうか。さてシーダーレベル上がったが、特段上がってほしいものが上がってくれない。では最後マルスでここ来るまで待ちましょうか。でそれと同時にね、ここリブローの杖持ってる人がいるので、これをもう奪えたらなと思います。マルスが到着してから、ここ一気に詰めて敵を倒して、でその後マルスが制圧みたいなね感じの流れで持ってければいいんだけれども。あっと、ここで盗賊が現れた。ならばシーダでまたレベル上げやっていこうかなと。では買い物もやってしまいましょう。結構槍もカツカツなんで、手槍をいくつか買っておいて、あとは細身の槍も持っておきましょう。もう一つ店があるんで、そこも何があるか確認してから。ここは道具屋か。回復系売ってればいいんだけど、ファイヤの杖じゃなくて書は2つ3つはリンダ用に欲しい。ライブの杖は今そこまで使ってないんでね、それでも2つずつ持たせるようにして、あと傷薬を3つ4つか5つぐらい全員に渡るぐらいに。こんなところかな。今物をね売ればお金はある程度また貯まると思うので、特に確か銀の斧だけかな、銀の斧も2つあるんでね。では最後にパオラでと思ったけれども、敵が微妙だな。ここだったら大丈夫か。リブローだけでもね取ってから終わらせたいんだけど、これ寄ってくるか。どうしろって言うんだろうな、これ一発だもんね。どの距離まで寄っていいかの判断がねつかない。パオラが倒されてしまった。あー、パオラもアベルに思いを捨てんだっけか。そして全員動き出したぞ。もう見なかったことにしましょう。この場所であればなんとか敵から攻撃受けなかったので、これで銀の槍でも一発ではない、鉄の槍だと2回連続いけるんであれば問題なく倒せる。これでリブローの杖だけでもねもらっておかないと。再攻撃をして無事倒すことができた。そしてもう攻撃される前にここ制圧でなんとかクリアできました。だがあれ、盗賊逃れられたのつらかったな。そして次は城内戦。馬とか騎馬がね、馬とか騎馬って同じだね、馬とかペガサスが使えなくなるので、あやつだけは生かしておけぬ。何かしら汚い手をやってくるという話。ということで、第5章クリアできました。またこの続きもやってきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。